はい、諸君こんばんは。中学3年生です。二次方程式の復習に入っておりますね。いやー、なかなかね、二次方程式がどうもうまく解けてない感じがしてね、どうもね、ちょっとね、ジタバタして頑張ってるんだけどね、ちょっとうまくいってない感じがして、次回には何とかしよう。ぜひこの動画で、普通クラスの諸君もあまりやんなかったかもしれないので、もうあるいはスピードでパタパタパタってやってしまった可能性もあるので、ぜひもう一度確認をして、普通補習の人はもしかしたら1問しかやってないかもしれないので、しっかり確認をしていただけると嬉しいなと思います。この動画を参考にしてね。ではまずはですね、x メートルの正方形の下段に2メートルの、横と縦の道があるんですよね。そしたらね、道以外の土地の面積が25平方メートルになったんだって。ではもともと何メートルの正方形の下段なんですかっていう問題なのね。でこの手の問題はそこにも書いちゃったように、必ず L 字型にするのね。ここの縦をウィーってここに持ってきて、横をウィーっていう感じで、面積は変わらず変形をすることができるので、まあ最初に変形したのは小学校の時だったんだよね。それを思い出して、ウィーって変形してやって、L 字型にしてやって、そうすると、L 字型にしても2メートルなので、残りのこの正方形の部分ね、これも、ごめんなさい、残りの土地も正方形になるんだよな。じゃあ、一辺どれだけの正方形になるかっていうと、もともと X メートルから2メートルを引いただけだよね。縦も横も、一辺も正方形だからね。だから x-2 でいいのだよ。当然こちらも x-2 になるのだ。ってことは x-2×x-2 でいいよね。つまり x-2 の2乗が面積の25になれば OK。でこれは、開けて解いちゃダメなパターンね。括弧の事乗イコール何がしになってるものは x-2 がプラスマイナスね、ルートにして、これはまあ綺麗に5って出てくるよね。そしてマイナス2を移行するパターンね、嫌いなパターンだよ諸君だね。x イコール2プラスマイナス5にしてあげるのと、 x は7とマイナス3って出てくるよね。プラスの時が7でマイナスの時マイナス3だよね。当然 X ね、2メートルの道を取るんだから2メートルよりは絶対に大きくなくちゃいけないよね。 X は2より大きいからということが条件になってくるよね。なので X は7、アンサーは7メートルでしたということになりました。簡単でしょね。それではあと2つこんな数字の問題やっていきましょう。3つの続いた自然数があります。まあ3つだったら x-1、x、x+1 としていいんじゃないかな。x、x+1、x+2 でも全然大丈夫だけどね。まあこれで今回いってみましょうか。真ん中の数の事乗、これですね。真ん中の数の事乗は3つの数の和の2倍。全部足して2倍しろっていうことだから、x-1 と x と x+1 を足してやってくれ。こんな形だね。はい、どうなるでしょうか。x の2乗イコール2、この中が、ここのマイナス1とプラス1が消えちゃうね。で、x が3だから 3x っていう形になっちゃうんだね。となると、x 2乗イコール 6x となって移行しよう。x の2乗マイナス 6x イコール0。今日これもね、ちょっと解きにくかったって人もいたんだよな。こいつは x でくくり出すだけのパターン、こうだよね。こうでよかった。だから x は0と6って出てくるんだよね。で、自然数だから0は自然数じゃないよね。ですので、x は自然数だからと書いてもいいよ。x が6と決まったわけだ。となると、3つの数はいくつといくつといくつですかって言ってるんだから、ここは6。1個ちっちゃいのは5だよね。1個大きいのは7。なので、アンサーは5、6、7。という形になれば OK です。さあ、次も行ってみましょう。
ある自然数を2乗するところを2倍しちゃったんだよね。つまり x を2乗するところを2倍しちゃったんだよ。答えが120小さくなっちゃったということは、x の2乗の方がでかかったってこと、120だから、こっから間違ってしまった 2x を引いたら120、どう？こっちが大きくてこっちがちっちゃいよね。だってちっちゃくなっちゃったんだからね。こんなんでいきましょう。すると x の2乗マイナス 2x マイナス120ね、イコール0。さあ因数分解できるかな。うん、 10×12 はどうって言って簡単だけど、先生が言っちゃうとね、これいろいろ考えてね、マイナスだから掛け算してその2つの数の差が2っていうのが出てくれればいいんだよね。違いが2やですね。なんで10だよね。 x、プラス10、x マイナス12イコール0となって、 x はマイナス10と12って出てくれればいいよね。そして、まあ、自然数だから12しかないんで、 x は自然数だからね、これ自然数だからって書いた方がいいかもしれないね。x イコール12、ですので、12答えがなりました。 ある自然数は何ですかって言ってね、12って答えてあげたらいいでしょう。では最後の問題です。今度は立体を作ろうっていう話だね。で、ある長方形があって、まあ、ごちゃごちゃ書いてないんだけど、横が縦より4センチ長いから、縦をまず x センチにして、で横は4センチ長いと言ってるので x プラス4センチにしておこう。で、四隅をね、2センチずつ取ってカットして、箱を作るんだよ。本当は2センチずつ取って箱を作るから、とりあえずこれが、あ、間違った、3センチずつだ、失礼しました、申し訳ない、どうも今ね、今おかしいなと思ったんだよね。3センチずつ取るのよ、だからこの青い部分がここの底面積は、分かりにくかったかな、上で描けばよかったかな、上で描いちゃおう。ここに来るわけね、青い部分がね。それでこの赤の線はその青い部分のこの横の線になるよと、横なんだよね、横なんだよ。そして黒のここが縦になってりゃいいよ、それで高さは3センチだよと、こういうのがね、ですのでちょっと分かりにくくなっちゃったね。この青の部分がここよ、赤がここで黒がここ、あ、いいよ、分かりは分かり分かりね。そして容積を135にしようっていうんだけど、ちょっとここ消させてもらって、ちょっとここに数値を入れてみたいと思います。じゃあ横はいくつって表現できるのかな。 x プラス4がもともとで、そこから3センチと3センチを引いてるよね。だから x プラス4から6センチ引けばいいんじゃないか。そうすると x マイナス2になるよね。これ横だ。じゃあ黒の縦はもともと x だったものから、やはり3センチを2個引いてるわけだよね。ですので黒の縦の部分は x から6センチを引けばいいんじゃない。というので横が x マイナス2、縦が x プラス6、高さが3ということが分かって、これが135だったよ、さっきね。これになればいい式をちょっと作ってみましょう。そうすると横と縦をかけて底面積が出ました。それに高さをかけると容積、体積が出るわけですよね。それが135だよ。どうでしょう、どうでしょう。あとまずね、3で割れちゃうから3で割っちゃった方がいいね。 x マイナス2、 x マイナス6、3412、3515、いいですかね。開けましょう。マイナス 8x プラス12移行しちゃいましょう。マイナス45イコール0、x の2乗マイナス 8x マイナス33だね、イコール0ということは、これもマイナスだから掛け合わせた2つが差が8があれ出てくればいいね。違いが8出てくるものがあればいいので、11と3ってどうですか。 x マイナス11、 x プラス3イコール0、 x は11とマイナス3で、これは6センチを引かなくちゃいけないから、 x は6よりも絶対でっかくないとダメだよね。6より x は11と決定いたしました。ですので縦が11、横が15ということで、まあ、例えばとりあえず11センチにしておこうかな。答え、縦は11センチだったよ。
こんな形の答えになりました。いろいろちょっと出しちゃったんですけど、とりあえずまずは x を使って二次方程式を作ろうかっていうことですね。で、解き方としてはこのパターンになったら、まあ開けて解いちゃってもいいんだけど、とりあえず、プラスマイナスのルートの考え方で解けるといいですね。はい、それではまた木曜日もしつこくもうちょっとやりやすい問題をこう拾い上げてこようかなとは思ってますが、頑張っていきたいと思います。ね、頑張っていきましょうね。ではまたー。